安田直樹です。オッタバサローネ10月9日金曜日18時から20時まで、告知の方もありたいと思います。ちょっとね、素敵な場所を今日選んでみたんですけれども、今回私本の紹介で取り上げたいと思っておりますのがこの本、鴨野長明のエッセイ方丈記。13世紀の日本で書かれました波乱の時代のですね、まあ、生き方についてのエッセイといいましょうか、これをですね、公文社古典新訳文庫、私、まあ、このシリーズとても好きなんですけれども、8回耳という方が新しく訳された文章、本当に面白くて読みやすくて、そしてその解説もとてもいいんですね。それを今回ちょっと私ご紹介をさせていただこうかなと。古典は本当に何度読んでも飽きませんよね。私この10月からのオッタバサローニでは本の紹介は、まあ、ずっとやっぱり読み続けたい古典的な本、これをですね、毎週取り上げていきたいなと思ってるんですけれども、方丈記、私も本当に、まあ、中学か高校ぐらいの時初めて読んだ時にもうとても心に、染みるものがあったんですね。なぜかというと、13世紀の日本というのは地震、疫病、飢饉、水害、そういったものがですね、とても人々を不安にさせていた、そういう波乱の時代なんですね。その時代についこの前までは栄華を誇っていた人たちが路頭に迷ってしまうような、そういう先行きの見えなかった時代、現代にも通じますよね。そういった時代に本当に必要最小限の小さな庵りに暮らしたこの鴨野長明はですね、楽器だけは手放さなかったというこの鴨野長明の一つの、まあ、何と言いますか、美学ですね。最小限のもので満足しながら、季節折々の風物でありますとか、あるいは芸術といったことに対しては、とてもやっぱり愛情を傾ける、そんな鴨野長明の生き方が私大好きで、そして、ただ悟りきってるというだけではなくて、鴨野長明はすごく葛藤を抱いていた、そのあたりもですね、とても共感が持てるんですけれども、今回は鴨野長明の方丈記をですね、ぜひ取り上げてみたいなというふうに思います。そして、私安田直樹がお届けいたしますオッタバサローネ、毎回毎回ですね、シェフのお任せコースというふうに言っておりますけれど も本当に私選び抜いて、皆さんにとってどんな音楽が一番新しく、そしてあるいは懐かしく心に響くものになるかということを考え抜いて、そして、選曲をしております。このどんな曲がかかるかということに関しても私本当にいつも工夫してやっておりますので、ぜひ安田の選曲は面白いなというふうなことをですね、まあ、リスナーの皆さんからも声をいただくんですけれども、そのために嬉しいですが、それと同時に気が抜けないなと思うんです。皆さんを本当に満足させられるような、他のねサブスクとかではできないような本当に、心からの選曲、そして情報も盛り込んだ、私にとっても本当にクラシック音楽番組、今やるんだったらこういうものをやるのがいいんじゃないかなと思うようなものをですね、毎回挑戦していきたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにしてください。10月9日金曜日18時からのオッタバサローネ、最初の20分間は無料ですけれども、その後は有料220円ですけれども、オンデマンドもできます。ぜひ皆様楽しみに聴いていただければと思います。皆さんと一緒にいい音楽の時間を過ごしたいと思います。それではまた。